天正10年6月京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。信長の下で戦なき地平は訪れない、そう確信した光秀は本能寺で信長を討った。本能寺の変を知った羽柴秀吉は西国攻略を中断、敵討ちの旗を掲げ、驚くべき速さで明智軍に迫ってきた。羽柴軍は明智軍の2倍以上、このまま戦っては敗北必至である。頼みの綱は細川忠興の援軍、ガラシャの夫である忠興は援軍を出す手はずになっていた。ガラシャは忠興を信じ、光秀と共に戦場に立った。しかし忠興が到着しないまま合戦の火蓋が切られる。教えよ、信長様を討ったのにまだ乱世は終わらぬのか。第2話、山崎の戦い。世の断りは難しいのじゃ。私はどうなるのがよい。私は進まないならない。あなたのために我々は先を抜き、南より北の陣へ迫りましょう。羽柴の大軍に当たる。我らは兵が乏し、細川の援軍が兵が絶えない。対して奪われてどうする。今ならまだ戦況を覆せる。俺は天皇さん。進め、大人の喧嘩にガキが出てくんじゃねえ。ガキと言わせば泣きなめ。Yeah!
ありません。それが世のこと。Stop!
信長様の夢、わしが形にしてみせるぞ。開門。敵の造影、狙いは光秀か。上等です。敵が私に集中した隙に敵本陣を。なぜじゃ、なぜ婿殿は来てくれぬのじゃ。忠興はともかく、その父雄斎の時代を見る目は確か。その目が我らに勝利はないと断じて。こちらにある。行くぞ。太平がためついえよ。攻撃開始。主を裏切る奴に容赦はしない。清正、俺も行くぞ。行くぞ。まだこれほどの兵力が無念ですが、もはやこれまで。ある前に愚かな開門。Yeah!
前は逃げる。もはや勝機はない。嫌じゃ。父上も元近も一緒でなくば嫌じゃ。光秀の意志をついえさせるな。生きろ。敗北条件変更、勝利条件変更、進め。意志し続け、それが死者だ。弔いとなる。討ち死に。一体その元近様も撃たれちまった。もうダメだ。行け。父は
緒じゃ。私は援軍ではない。お前を突き落としに来たのだ。私はお前を手放さぬ。私は帰るのだ。嫌じゃ、父上を守るのじゃ。明智光秀は塔に撃たれた。嘘じゃ、嘘じゃ、嘘じゃ。父上は強いのじゃ。世界で一番強くて優しいのじゃ。撃たれるはず。お前はすでに細川家の人間なのだ。わらわは今もこの先も明智光秀の娘じゃ。まだわからんのか。お前は私の妻だ。私はお前を離さぬ。連れて行け、母。